グッドモーニング YouTube。今日は東京女子医大の法院の吉田彩乃先生より、マイトラルバルブプロラプス後の、あれですかね、アリス不整脈原性とマイトラルアニュラディスジャンクションというちょっと新しい概念ですが、よろしくお願いします。今日は法院の芦原先生をコメンテーターとしてお呼びしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、マイトラルアニュラディスジャンクションっていうタイトルでお話ししますけど、多分皆さんあまり聞き慣れないのかなと思いますので、まず基本的なところから MR のお話ししていこうと思います。で今回、プロラプスが基本的にテーマになってますので、プロラプスの話から。でまず MR ですけど、いろんな分類があって、よく聞くのは一次性、二次性とかっていうところが今結構話題になってますけど、他にこのカーペンター分類っていうのがあって、便用の動きとかをもとに一応分類されていて、今日お話しするプロラプスはカーペンター分類のタイプ2で、便用運動が非常に過剰になっているっていうところに、当てはまります。であとですね、便線の位置による区別も行われていて、皆さんよくプロラプスはかなり耳にしますし、自分たちでもこの患者さんプロラプスの症例ですっていうふうにお話ししたりされると思うんですけど、プロラプスの定義ご存知ですかっていうところなんですけど、プロラプスっていうのは基本的には便線がこの便輪から砂防側に2ミリ以上変異しているものをプロラプスというふうに定義されています。でその中でもさらにその便線の先端が支えを失ってこうやって砂防側に向かっているような状態になってしまっているものをフレイルというふうに言います。で実はプロラプスまで行ってないけれども、この便線の一部が便輪を越えているこういう状態をビローイングで、今回結構話題言葉としてくるリダンダントっていうのもこういうふうな状態を言っています。この単語かなり今日論文の中で出てきますので、一応こちらについてもお話ししました。これは一番左側でも MR は吹くんですか？吹きます。はい、ここのこれが進なんていうんですかね、進行していくと増えていきます。でもそれ進行するとプロラプスになるんじゃないの？そう、そこでですねありがとうございます。そうなんですよ。で繊維によってもいろいろ分類されていて、で便線の変化が乏しくて、いわゆる腱索の変、変性によって、断裂とか延長が主線になってくる、こういうものをファイブロエラスティックディフィシエンシーという FED と言われるんですけど、一方で、ビローイングっていうのは便線の粘液腫瘍の変性が主体となっていて、便線が飛行したり拡大して葉状になっていくのがさっきのビローイングっていう状態なんですけど、それがどんどんひどくなるとこうやって両方の便線が膨らんで砂防側に膨らんでいって複数の逸脱を生じるようになってくる、こういうのをバーローディジーズ、バーロー病っていうふうに言うんですけど、こうなってくると十条先生から指摘あったように両線逸脱まで来たしてくるような状態になります。でこうやってその線によっても区別されていって、こういうバーローライクになってくる人は、割と若年者で多くって逸脱部位は複数箇所認めるっていう風な状態になってしまいます、ここまでが MR の割と基本的なお話にはなります。ビローイングが進行してプロラプスになるってわけじゃなくて、それぞれビローイング、そうですね、これもプロラプス、ビローイングが進行した状態でプロラプスにもなりますし、あるいは感覚が切れちゃってプロラプスになる、こういういわゆる多分よく一箇所だけとかってなってくると、こういったこっち側の病態っていうところになってきます、はい。で以前の HA でですね、CBI MR の中に突然死がある、突然死をきたす症例があるっていうふうな内容のことが書かれていて、で実際にそのプロラプス、フレイルリーフレットちょっとさっきあったようなの CBIMR の中で、もう突然死をきたす症例があるという報告も過去に出てきています。で実際冒険例を調べられた文献があるんですけれども、プロラプス MV プロラプスの中で突然死をきたす症例の約 88% にこの抗乳頭筋の線維化をきたして
いう症例があって、83% にはその乳頭筋付近だったり、左室の下壁皮部の LG 陽性を認めていて、まあ、そこの部位の半根化を認めるというふうな報告もあります。これ、フレイルの L じゃなくて R のフレイルだよね。L のフレイルです。あ、L のフレイルなんだ。はい、これ私も結構間違えるんですけど。はい、ありがとうございます。そうなんです、L なんです。で、まあ、実際その亡くなった突然死した症例の 70% による陽性逸脱を認めるっていうふうな報告もあります。で、この突然死のに、まあ、突然死だったりこういう陽性逸脱に不整脈も関与しているんじゃないかっていうふうなことも言われていて、で実際にその陽性逸脱は VT だったり TVC の発生の上でのリスク因子になるっていうふうな報告も出ていて、で、まあ、MR がシビアとかになってないそのトリビアルぐらいの状態の MR、MV プロラプスでも VT が起きているっていうふうな報告も、出ています。そこで、まあ、そこでというかですね、で突然死を実際昔見た人が、まあ、1980年代なんですけど、いろいろ調べていく中で、こういうマイトラルアニュラーディスジャンクションっていう概念をもう1980年代の段階で提唱してきいました。で、じゃあこれって何なのかっていうところなんですけど、ディスジャンクションっていうのは分離っていう意味で、この MAD はその砂防と僧帽弁の接合部、こことですね、左室壁の心筋が離れている状態のことを、言います。で、実際これがあるとノンサス VT のリスクが高くって、その関連があって、ここがこの文献ではこれが 8.5 ミリ以上になるとノンサス VT のリスクが上がるっていうふうな、報告も出ています。これは先天性ですか、それとも変性ですか。これ先、その先天性なのかっていうと分かってないですね、これは。はい、経過の中でできてきているのか、ちょっとその、まあ、プロラプスが先天性なのか変性なのかっていうところと多分一緒な感じだと思うんですけど。測定するのは比較的容易ですか。そうです、一応この論文でこうやってエコーで測定できますよっていうのを、長軸でこうやって測定できますよっていう、簡単にできますよっていうのをこの2010年に報告しています。まあ、実際にもできます。経胸壁でも、まあ、やるときは軽食でもでき測定はできますし、あるいは MRI とかでもそう測定している文献もあります。で、その MAD、 まあ、突然死した症例の中ので MAD についても調べられたものがあるんですけれども、突然死症例では実際に MAD が、長くって、でその MAD の距離と LG の範囲が相関するっていうふうな報告も出ています。なので、まあ、この MAD の存在が突然死にも関与するのではないかというふうなことも考えられていますけど、ただまだかなり報告が少ない状況で、議論、まだ議論の段階っていうところであるので、まあ、今回そこに関して調べた論文になります。で目的としてはプロラプスの診断の段階でその MAD を有する症例を収集して、まあ、MAD の有病率を調査すること、あとは MAD に関連するプロラプスの特徴、あとはその、重症不整脈イベントだったり死亡率などの用語について明らかにすることを目的として今回、の論文、まあ、研究が行われました。で、方法としては、18歳以上で2003年から2011年に名誉クリニックでプロラプスと診断された症例が対象となっています。で、評価項目としては、まあ、病歴併存疾患だったりっていうところの臨床的な評価と、あとは心エコーの評価で不整脈の評価、あとは弁形態に関する評価っていうところを評価項目として挙げています。で、除外基準としては、まあ、モデレート以上の弁膜症 ARSMS の弁膜症、あとは、まあ、弁膜症の手術歴、先天性心疾患だったり、肥大型、拘束型心筋症、不整脈性心筋症などというところを除外していて、まあ、いわゆる単独のプロラプスを対象とした、研究になります。アウトカムは、メインアウトカムは全体の生存率、でセカンダリーアウトカムとしては、複合不整脈イベントとして、心室性不整脈とそれに対するカテーテルアブレーションが行われているかどうか、あと ICD 植え込み。
と突然死というところが、複合の不整脈イベントに入っています。で今回のスタディポピュレーションフローチャートになりますけど、全体で595人が登録されて、そのうち 31% に MAD を認めました。でまあ、平均の距離としては MAD の距離は 7.5mm でした。で、このプロラプスが診断された時点でもすでに ICD が植え込まれている症例は9例いて、そのうち7人に MAD を認めています。でこちらベースラインのキャラクタリスティックスですけど、平均年齢61歳で、 MAD ない症例とある症例を比較したものになりますけれども、MAD の有無で比較すると MAD を有する症例の方がより若年 で併存疾患 AF だったり高血圧だとコロナリー心不全などのそういう併存疾患は少なくて、ただ失神歴だったり動悸っていう症状はより多く持っているというふうな結果になりました。で便の、形態に関してですけれども、MAD に関連するものとしては、この稜線逸脱の割合が多くって、あとは前線、後線ともに便線長が長い、まあ、それに伴ってリランダントな、便を有している症例が多いというふうな特徴がありました。あとは左室が、MAD 有している症例の方が大きいというふうな結果になっていました。ただ、砂防予石だったり、あとは、MR の重症度とか、EF に関しては、ここら辺は2軍間に有意差がないというふうな結果になっていました。じゃあ、MAD にどういったものが関連するかっていうところを単変量、多変量で調べられていますけれども、より若年で、あとは、左室の収縮巻き毛が大きいこと。で便の形態としては、リランタントな便線を有していること、あとは稜線逸脱というところが MAD に関連してきていました。ただ、フレイルな症例だったりとか、あと MR のグレードに関しては、特に MAD に関しての有意な関連は認めませんでした。で横に、フォローアップの横に関してなんですけれども、まあ、平均観察期間は 10.3 年で、その間に、死亡した症例は58症例、そのうちの 4% に当たる7人が MAD を有していました。で不整脈イベントをきたした症例は、170症例、まあ、で、全体の77人に MAD を有していました。で全体の、生存率に関して、こちら、年齢で調整した後のカプラマイヤー曲線になるんですけれども、特に MAD を有しているか有してないかでのその2群間で比較して有意差は認めませんでした。ただ不整脈イベントに関しては、年齢で調整した後も、まあ、する前もですけれども、やはり MAD を有している症例の方が不整脈イベントは多いというふうな結果になっていて、でこれは不整脈に対する薬物過量下でも同様に、MAD を有していると不整脈イベントが優位に多いというふうな結果になっていました。ただ、僧帽弁に対して治療介入が行われた症例に関しては、特にやはり関連性というところは、まあ、P 値 0.05 ですけれども弱まったというふうな結果になりました。ディスカッションというか、まあ、今回の、全体のまとめになるんですけれども、 MAD との関連があるものとしてはやはり若年で、でこれは多分免疫腫瘍変性と同様にですけど、まあ、若年の方が多いっていうところ、あとは左室が大きい、でリランダントな便線で、まあ、稜線逸脱をきたしている症例がより MAD との関連が認められました。で長期の予後に関して言うと、不整脈イベントに関しては MAD 有している症例の方が不整脈イベントを多く認めていましたけども、ただいわゆる生存率、全体の生存率っていうところに関しては2群間では差は認めませんでした。で、まあ、MAD は不整脈の発生に関しては独立した関与をしていることが示されて、不整脈の経過に関しては注意深く見ていく必要があるというふうに考えられています。で、僧帽弁手術では、まあ、基本的に僧帽弁輪をリングで用いて縫合する
ことで、それによって MAD を消失させることができて、それが不整脈イベントの減少につながっているのではないかというふうに考えられています。ただ今、まあ、多く行われているマイトラクリップではやはり MAD を消失させることは難しいというふうには考えられています。で、不整脈イベントに関しては MAD は、関与していましたけれども、今回死亡との関連に関しては MAD の有無では有意差を認めないというふうな結果でした。結論です、MAD は今回の研究ではプロラプスの約 30% で見られていました。で、粘液腫瘍変性の進行を示唆する、まあ、余剰な便線だったり良性逸脱を有する症例で多く見られました。ただ MR の重症度とは関連は見られませんでしたけれども、差出拡大を MAD の症例ではより多く認めていました。で、プロラプスを伴う MAD の存在は不整脈イベントとは関連していましたけれども、死亡率との関連は見られませんでした。まあ、死亡率の関連がないというところで少し安心材料にはなってますけれども、心室性不整脈の発生に関してはより注意深く観察していく必要があるというふうに結論付けられていました。以上です。はい、ありがとうございました。ちょっとセントラルイラストレーションにしていただきたいんですが、今回は MAD というのが一つのキーポイントで、まあ、この弁輪のディスジャンクションですね、それが発生すると、まあ、不整脈イベントは差がありますが、生存率には差がなかったと。で、その MAD のなる人っていうのはヤングアイエイジで大きな差出、そして今回リランダントなリーフレット、もしくはバイリーフレットに MVP があると、そういう方がなりやすいということですかね。そうですね。まあ、これ基本的にはプロラプスの方を集めてきて、その中で MAD がある人、まあ、ない人っていうことでやったスタディだと思うんですけど、結局こういうそのヤングアイジとかラージ LV の人が MAD ができてくる、そのメカニズムっていうのは分かってないんですか？多分分かってないと思います。で、MAD があるからプロラプスがあるっていうわけでも逆になくって、はい、MAD があってもプロラプスがない人もいるけど、今回はまあプロラプス症例が対象になっているので、一応前例、プロラプスはあるっていうふうに。分かりました。ありがとうございます。その、やっぱり死亡と関連がないというのは確かに安心材料ではあるんですけど、でも一方で、この不整脈イベントがこれだけ差があるにもかかわらず、生存率が変わらないっていうのは何か考えられることありますか？そこがちょっと、論文、この今回の論文からなかなかちょっと読み解くのが難しかったんですけど、今言ったようにその、まあ、MAD がと逆に MR とのその関連がなかったりとか、そういうところが一つその生存率には関与してくるのかなっていう、ちょっとそのなんでかっていうところの細かいところに関してはちょっとわからないんですけど、私もなんでなのかなとは思いながら読み進めてたんですけど。ました。足原先生、何かコメントありますか、それに関しては。この MAD って3、4年前ぐらいからずっとすごく言われてきていて、いろんな学会とかでも、まあ、これ の, そのセッションが設けられるぐらいになってきてるんで、名誉もこれにこうしてどんな有病率なのかっていうのを見たっていうペーパーなんだと思うんですけど、多分この中でそのよく経験するんですけど、プロラプスはすごい、便は余剰で良性逸脱なんだけど、MR はそれほどないっていう人たちもいるんですね。だそういう人たちの中に、こういう不整脈イベントがあるらしいということが、あ、まあ、これではっきりしたっていうのはあるんですけど、この生存率に関しては、あまりにこう程度の違うものが一気に全部入ってるんで、なかなか難しいとは思います。私やっぱり思ったのは、サラノの時のガイドラインで、まあ、フレイルバルブは突然死するって言われて、本当かよって思ったんですけれども、さっき触れてたように、抗乳頭菌の LGE もあって、どうもそこをガツンガツン引っ張るっていうことがいけないみたいで、その形成術した後に、また取ると、その LGE が改善するとかいうような研究もあったりするんで、同じ良性逸脱でもこの MAD がいる人については注意なんだよっていう、そういう概念が今出てきてますよということで、なるほど、皆さんに理解していただければと思います。これ不整脈イベントって致死性の、不整脈イベントなんですよね。一応 VT とか、まあ、
PVC のアブレーションも含まれていたり、まあそうですね、まあ、基本的には心室性不整脈なので、うん、そうなんですよね。しかも ICD とかに入ってる患者さんが多いわけでもないんですよね。はい、ICD が、これ、ICD が入った人も一応不整脈イベントには入るので。うん、でみんなに予防的に入ってるわけではない。予防的に入ってるわけじゃないです。これが、その実質性のっていうか、差質の不整脈イベントが 20% ぐらい差があって、生存率が全く差がついてないって、極めて異様な感じがするんですけどね。ただ、不整脈イベントって PVC も入ってるんじゃないですか、ね。PVC も入るんですか。PVC も入ります、うん。PVC のアブレーションやったとか、VT のアブレーションやったっていうところも、うん、入ってくるので。いや別に PVC が単発でポコポコ出るだけだったら VT やPVC のアブレーションしないですよね。そうだからまあその結構割合が多かったりとか、あとはノンサス VT とかも一応入ってくることがあります、うん、で結構そのホルターでフォローはされてるんだね。はい、わかりました。はい、城谷先生から質問あるようです。お願いします。すいません、ありがとうございます。ちょっと本筋とは違う質問なのかもしれないんですけど、はい、長谷川先生が確か去年これ同じような内容で MAD の発表をしたと思うんです。ジャックの本編 本ちゃんかなんかで、うん、もしそれご覧になってたら、これ今回の捉えるとなんかこう新しい発見があるとか何が違うのかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思って。私もちょっと本編ありますか、ね、長谷川プロラプスの話だったよね。今日いないですかね、うん、はい、確か MVP の MVP の話だと思います。って話だったよね。そうだね、そう、プロラプスとその不整脈っていうのも言われていて、はい、で今回その中でその MAD があるかないかっていうところ、そのプロラプスの中で MAD があるかないかっていうところで分けられています。わかりました、ありがとうございます。お、すいません。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。分かってたらでいいんですけど、PVC のオリジンってどこなんですか。あ、それは、ちょっと、そこまでは分かってないです。なんか、報告ないですか。あ、どこが、ね、いや、その、ノンサスか、その、程度っていうところに分けられて調べられてたりはするんですけど、特にオリジンがどこっていうのはないですね。で、ただ、LG がよく分布するところは、もう、可変基部っていうのは言われてます。壁基部っていうのは、うん、その MAD との位置関係ってどうなってるんですか。抗乳頭筋付着部位、うん、あ、だからでもちょっと遠いってことですよね。そう、そうです。それだとすると、その MV プラスっていうかリングで放縮した時に MAD がなくなるからイベントが減るっていう理屈は合わないのかなと思うんですけど、便利放縮してくるっていうところで、たぶんさっき芦原先生がおっしゃってたような抗乳頭筋の LG が消えるっていうことでいうと、クリップでも消えてもおかしくないのかなっていう気もしますし、それはあれなんじゃないですか、その力学的にその本来引っ張るところじゃないところで引っ張らなくちゃいけないから、変な感じで無理に引っ張るから、そこに炎症が起きて繊維化して LG が陽性になってアリスミアが出てサドンカルディアクデスするという、はい、そういう流れっていうのはなんかわかるんですけど、こう MAD が消えればそれは解除される、解除されれば MAD が消えんじゃない、うん、あ、違うか、違う。それ逆に言うとクリップじゃ消えないんですかね。確かに。クリップは便線つまんでるだけだから引っ張る度合いは変わんないんだね。そこは変わんないけど、変わらない、変わらない、度合いは変わらないって言ったらなんですけど、なんて言ったらいいか、こう実際その実際の絵を見てもらうとよくわかると思うんですけど、はい、MAD があるとすごく大きく電線が動くんですよ。うん、そうですね。なので、はい、おそらくこう引っ張り具合が強すぎるんじゃないかっていう話があって、多分クリップをやってそれは改善するでしょうけど、便輪をしっかり固定して放着するプラスティよりは動きがそれほどは制御されないっていう意味で吉田先生言ったんだと思うんですけど。あ、なるほど。プラスティになってくると、ここを実際に縫い付けてきたりするので、
まあそうですよね。いやいや、あの言ってることはわかるんですけど。クリップはやっぱここを制御するだけだから、はい、ここが短くなるとか、なくなるっていうことにはつながらない。だからクリップしても少しは改善するけどっていうことですよね。そういうことですよね。ただそのやっぱりプラス、まあクリップに関して今までまだ調べられたものはデータないですもんね。はいはい、あどれくらいどうなるかっていうのはわかんないんですけど、ただまあ今回、あのまあクリップだとやっぱ難しいんじゃないかっていうのが考えられているっていう段階でしかないですね。そしたらね、そのマイトラクリップ対手術の比較で突然死とかその不整脈イベントがクリップ群に多かったっていう報告はあるんですか？いや、クリップとの比較はないですね。いやだけど死因とか 見れば分かるような気がするんだけど、クリップ、つまりマイトラ、まだそこまで多分クリップ、あ、マイトリファージュはダメだね。手術、うん、まだそこまで多分結果出てないですね、今のところ。あの、はい、LG との関連がやっぱり気になりますよね。その MAD が悪いのか、MAD があって LG があるからイベントが起きるのかっていうと、多分今までのその MRI のデータとか入れて、って考えるとやっぱり LG がある人が不整脈イベントが多いっていう風なことがやっぱりちょっと考えられるのかなと思っていて、 MAD よりもこうむしろ LG が出てくることによるっていうデータがちょっと今後欲しいですよね。だからその MAD の程度によってその引っ張り度合いも違う。だからそうですよね、はい、ある例もない例もいて、で渡辺先生が言うように、まあ、結果的に予後に関係しそうなのは LG のところだっていうことですよね。だからそうですね、だからそう、うん、MAD ばっかり見てもしょうがないだろうと、うん、MRI で見ればいいんじゃないって話ですよね、はい、そうですね、実際その MAD のその距離長くなればなるほど LG のその範囲も広がるっていう一応報告も出てて、だからまあ悪いんじゃないかっていうことも言われてはいるんですよ ね、 そうですね。残念ながらコンクルージョンとしては MAD がある一定以上あれば ICD の適用ですっていうふうにはなりそうもんな、まあ、今のところ ならなそうだってことですよね、うん、そうですね、そこまではちょっと言い切れてないです。ありがとうございます。今回も MAD の、まあ、診断っていうのはこれがさっきの 8.5 ミリとか7ミリとかそういう基準で診断してるんですか？いや、有無で診断していって、で一応平均が7、今回は平均が 7.5 ミリだったっていう。なるほど。つまり、いやそのですね、例えば明日から使うとか今日から使う知識として、まあ、エコーをパッと当てたときに、まあ、ここを多分今日から注意してみるようになると思うんですけど、うん、そのまあ多少なりとも例えば1ミリとか2ミリとか測ってみたら少しはあるんじゃないかなと思うんですけれども、それがまあもちろん8ミリとかがっつりある人は分かりやすいと思うんですけど、その間の3ミリ4ミリとかそういう人を MAD と思っちゃっていいのか、まあそうじゃないのかってどうでしょうか？どこからっていうのはすごい、一応ね、私は読影の時に陽線逸脱の人で、まあ M、はい、ディスジャンクションありますよっていうふうに返信に書いてます。でディスジャンクションの距離が、うん、何ミリですっていうふうに書くんですけれども、実際の今日からちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、普通の人は MAD ないんですよ、ほとんど。でやっぱり良性逸脱だったりその便がベロベロしてるような人たちっていうのは結構あるんですね。で微妙な例えば5ミリとかいう人はあんまなくて、やっぱりそれなりに7ミリとかぐらいにある人がほとんどなんです。ああ、そうなんですね。ですからやっぱりこれがあるっていうと、ちょっとそのままほっぽっといていい人なんじゃないなっていうふうに思っていただくといいんじゃないかと思います。だからこの論文も MAD が8以上とか 8.5 以上とかいうふうに、あのそれだけの数持てなかったんでこのペーパーになってるんだと思うんですけど、もしかしたら長い人ってやると予後に差が出てくるっていうことはあるのかもしれないなっていうふうには読んで思いました、ね、うん、ありがとうございます。吉田先生がディスカッションポイントも一緒に持ってきていただいているという情報が今入りましたが、一応、まあ、今回 MAD を有するが優位な MR がない症例ではフォローをどのようにしていったらよいか、手術を行う時期について、すごくクリティカルですけれども、ちょっとお時間がなくなってきたので、何かコメントをそのまま吉田先生からでも、芦原先生からでもお願いします。
ちょっとこの論文でも触れられてたんですけど、やっぱそのオペをどうするかっていうのはやっぱり言われていて、でただ今回その不整脈イベントには確かに差があったけど、予後っていうところに関してはまあ差がついてないっていうところで、 MR がないのに、まあ、MAD があるからって言ってむやみにその手をつける必要はないんじゃないかっていうのは言われてたんですよね。で、まあ、MR がそだなので、まあ、MAD があっても私としては通常のその MR のそのが、あの、なんていうんですかね、オペの適用っていうところで考えていく形でいいんじゃないかなとは思いますけど、ただやっぱり MAD ありっていう時点でいつものただの MR 以上にホルターとかのフォローはこまめにしていく必要があるのかなというふうには今回思いました。ありがとうございます。手術を行う時期についてはいかがでしょうか。行う時期はもう通常の MR のガイドラインに従う形でいいんじゃないかなっていうふうには思います。なんかこれがあるのにからってわざわざ胸を開けに行く必要はないんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、どうですか。まあ、そうじゃないですか。ありがとうございます。普段からエコーもカテもよく一人でやられている柴橋先生より、今日も質問があるようです。柴橋先生、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、いやもう大変議論活発で面白かったですね。初めて聞いたことばっかだったんですけど、ですね、最初のあの総合弁言ってたその船員すらも僕全然知らなくてすごい勉強になったんですけど、今回のこのいろんな何ですか、8ミリ以上になってしまったそういった人たちの船員は何からできてるんですか。やっぱりこの粘液腫瘍変性っていうところがやっぱ言われていて、こういうあのリダンダントな弁線とかっていうところがやっぱりあのリスク因子としては言われてます。そうすると若年でっていうのは全部当てはまるような項目ってことですね。その 今までの分かってる繊維と、ね、うん、だからやっぱり今回もその、まあ、MAD に関連する因子っていうところに関しては今までの報告と、まあ、あの相違ないんじゃないかなっていうふうに思います。 もう一つは両線逸脱もあるってことだったんですけど、これって全部こっち側の僧帽弁の何て言うんですか、下壁後壁の接合部しか起きない話ですか。アオルタ側の方、うん、アオルタ側の方ってこうあっち側に離れていくことは絶対いないですか。いない。みたいな。できないもん。できないですか、あっちは。解剖学的にそれはできえないっていうか、総合弁と大動脈弁っていうのはもう繊維性接合っていうのがあることになってるから、もしそういうのがあったら、その人は左室じゃなくて右室なんだよ。なるほど。コンジュニチャールの人はあるかもね。あっち側は繊維接合なんですね、あっち側は。です。いい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。結局今回の有病率についてもう一度、何パーセントぐらいいったんでしたっけ。今回は 30% なんですけど、これですかね。30%。30%。なるほど。プロラプスのその、プロラプス全体なので、フレイル弁線ってなると過去の報告だと 90% っていうふうに言われているものもある。あ、わかりました。城谷先生、お願いします。あ、すいません、何回も質問して。ちょっと今、ちょっと思ったんですけど、今回のこの、光線のこのギャップに、あ、その対をなすものって、あの、アオルトなんちゃらジャンクションのギャップっていうのを、チームの時に発表したと思うんですけど、ごめんなさい。あの結構これってなんかいわゆる似通ったというか概念的にはなんかこう似てるようなものって捉えていいんですかね。あ、アオルもう一回ごめんなさい。あの前僧帽弁のあの前線とあとあのアオルタまでのその長さが長い人が一応 CM で不整脈を起こしやすいっていうのを発表したと思うんですよ、はいはいはい、あれと今回のこのギャップって要は同じようなこと言ってるのかなと思ったんですけど、なんかありますか。また違うんじゃないかなとは思いますけど、 MRI のデータが出てないんでそれにも触れてる話はあるんですけど、どうも総合弁ってなんかいろんなのに対応して伸びたりいろんなことするらしいんですよね。だからあの HCM のやつは
電線が伸びてることによってより HOCM になるとか、そういうのと関係があるっていう風な形にいっちゃってるペーパーが多くて、もしかしたら LG がどうしたっていうペーパーが出てきてると面白いんですけど、今そういうのってないと思います。それがあるとプロアップスが起きやすいとか、プロアップスのせいになってるっていうデータは特にないってことなんですね。あんまり HCM に関しては、うん、HCM っていうかその煽るとなんちゃらギャップが、そのギャップがあの MVP のせいになってるっていうような論文はないし、ビローイングとかちょっと私は見たことないです。電線長いと MVP にはなりにくくて、むしろサムの原因になるってことになる、ね、ああなるほど、わかりました。すいません、ありがとうございます。よくわかりました、ありがとうございました。そろそろお時間なんですが、吉田先生、これ今日の MVQ、MVC 発表いただければと思います。最後の白谷先生の HCM と今回の関連っていうところ、まあ、ちょっと面白いところをついてきたなと思ったので、白谷先生です。ありがとうございます。まあ、この概念は今僧帽弁だけで、他の弁 は、 特に何もそういうのはないですね。はい、ありがとうございました。まあ、今日は、本院の吉田、すみません、T 弁で、ごめんなさい、私の知識不足で、T 弁でもちょっと出始めてるみたい、はい、同じように伸びたりっていうことですね。ありがとうございました。まあ、今日は本院の吉田先生、そして芦原先生をコメンテーターとしまして、MAD という概念ですね。まあ、3年ぐらい前から言われていたようですけれども、まあ、それがいっぱい結構連盟になってきたということで、ここに着目してみることで、まあ、将来の不整脈イベントの予測になるかもしれないと。ただ、まあ、不整脈のイベントがありますが、まあ、死亡率は変わっていない。で、その背景がやっぱりいっぱいあるということで、まだ分からないこととか、まあ、特に血行動態とかもまだ分かってないかもしれないですけれども、ここに着目していくことで、結構診療を変えたりとか、まあ、僧帽弁の知識も深まるかなというのが、感想として持ちました。今日も皆様、コロナに気をつけて、エコーで MAD を見ていってらっしゃい。